3章、解放戦争。よし、みんな揃ったね。じゃあそろそろ出発しようか。うん、でも本当にいいのか、アルム。いいって何が？とぼけるなよ、セリカのことだよ。せっかく久しぶりに会えたのに喧嘩したんだろ。セリカ怒ってさっさと出発しちまったし、お前たちあんなに仲良かったのに何があったんだよ。あれから何年も経ったんだ。僕にもセリカにもいろいろあったってことだよ。よくわかんないけどさ、謝った方がいいんじゃないか。まだそんなに遠くへは行ってないはずだぜ。おいロビン、アルムの言い分も聞いてやれよ。喧嘩なんてどちらかだけが悪いってもんでもないだろ。でももう二度と会えないかもしれないんだぜ。喧嘩したままなんて嫌じゃないかと思ってさ。ロビン、ありがとう。でもこれは僕とセリカの問題なんだ。それに今の僕はこの解放軍のリーダーだ。僕一人の都合でみんなを待たせるわけにはいかないよ。アルム、セリカ様。あ、ごめんなさい。メイ、何か用？用っていうか、あの解放軍のリーダーの男の子、セリカ様のお友達だったんでしょ？急いでお城を出てきちゃったけど、挨拶しなくてよかったんですか？ええ、もういいの。でも、私は一刻も早く、ミラ様の神殿に行きたいの。ミラ様ならきっと争いに頼らずにソフィアを救う方法を示してくださるわ。セリカ様なんか変。どうしたんだろう。仕方ないよ、セリカ様も複雑なのさ。もしこのまま解放軍がドゼイやリゲルに勝てば、次のソフィア王になるのはあのリーダーだろうしな。だからって今正体を明かすわけにはいかないだろう。バレたら今度はきっとセリカ様がリーダーに祭り上げられるぞ。そんなのセリカ様が一番望んでいないことだ。そっか、うん、よし、こうなったら早くミラ様の神殿に行ってなんとかしてもらわなくっちゃね。まあそううまくいけばいいけどな。この山を越えればソフィアの海岸に出られるのね。頑張りましょうみんな。待てセリカ。え、あなたはあの時の仮面の。よかった、また会えて。助けていただいたお礼が言いたかったんです。そんなものは必要ない。それよりこの先には行くな。え、なぜですか？この辺りは地盤が緩い。それにどうやらまたよからぬことを企んでいる連中もいるようだ。ミラの神殿を目指すなら西から山脈を迂回していけ。西から？でも西にはアルムたちが。忠告はしたぞ。あ、待ってください。あ、行っちゃいましたね。誰ですか、あの仮面の人。私にもわからないの。でも以前も助けてくれて。でどうします、セリカ様。あの仮面野郎の言う通り西から行くんですか？相当遠回りになりますけど。そもそもあいつの言うことを信じていいのか。確かに以前は助けてもらったが、やつが敵じゃないとはまだ言い切れないぜ。ことって何でしょう。またセリカ様が襲われちゃったりするんですか？私たちはこのままこの道を行きましょう。あの人の言うことは気になるけれど、今は先を急ぎたいの。たとえ襲われてもみんながいるし、それに何かが起こる時には必ず前兆があるものよ。
気をつけていればきっと大丈夫よ。気負ったな。前に仕向けた連中はしくじったが、この私はそうはいかんぞ。ジュダ様じきじきにお力をお借りしてきたのだからな。さあ、あの小娘の周りのうるさいハエどもを踏み潰すがいい。忠告してくださったのに。悪いと思うのならつまらぬ事情で判断を誤るな。お前は今ここにいる人々の命を預かる立場にあるのだろう。はい、本当にその通りです。来てしまったものは仕方ない。ソフィアの海岸はすぐそこだ。ここからはもう危険なこともないだろう。え、なぜわかるのですか？強力な魔導を使ってくれたおかげでネズミがどこにいるか知れたのでな。また言ってしまったわ。せめてお名前だけでも知ることはできないかしら。怪しい。一体何者なんでしょうね。悪い人ではなさそうですけど。ま、どうせまた会えるさ。お嬢ちゃん、本当にあいつの正体に心当たりはないのか？ありません。私には身内と呼べる人はもう一人もいませんから。おっと、悪いことを聞いたな。忘れてくれ。いえ、それより道が完全に塞がってしまったわ。もうあちらには行けそうにないわね。そうですね。まあ行く用事もなさそうですけど。アレムに何かあってももう助けには行けないのね。セリカ様？何でもないわ。時間を取られてしまったわね。さあ急ぎましょう。なんだこの音。ああ、この辺りは地盤が緩いんだ。どこかでまた崖崩れが起こっているのだろう。この音の様子ならかなりの遠さだ。我々の軍に被害はないさ。うん、でも申し上げます。東の山脈で崖崩れが起こり、ソフィアの海岸への道が閉ざされた模様です。東の山脈？セリカたちが行った方向だ。セリカ大丈夫かな？とりあえずアルムで動かせそうですね。会話をするかあるか。私には兄が一人いるのですが、正直仲が良いとは言えません。というのも兄は前妻、私は5歳の子なのですよ。当然家督を継ぐのは兄ということになりますが、この兄が何かと私を敵視していまして、自分の立場を脅かす弟をどうにかしたかったのでしょう。解放軍立ち上げの法を聞くと私に参加しろと命じました。土勢と解放軍、どちらが勝っても敗れても兄にとって損はありませんからね。まあそのような成り行きでここにいるわけですが、今は解放軍に参加してよかったと心から思っていますよ。うんうん、グレイ。ああアルム、元気か？
いや、セリカと喧嘩したって言ってたからよ。女ってのはなんであんなに次から次に言うことが出てくるんだろうな。うちの母ちゃんと姉ちゃんだけかと思ってたのに、世の中の女がみんなそうだと知ったときは絶望したぜ。え？なんで知ってるのかって？そりゃまあ町とか行ってるといろいろとな。うん、とりあえずでもなんか取るものはなさそうだから、一応宝物庫には行っておく。調べる。追加で何かが置いてあるっていうのはなさそうだね。よし、じゃあ外へ行こう。おお、アルム軍とセリカ軍を操作できるようになりました。あー、そういうこと。2つ動かすのね。一気になんかマップは広がったな。はあはあはあ。でセリカはもう戻れないと。でアルム行こうとすればさ、こっちの方まで行けんのなるほどね。まあ先へ進んでいきますか。とりあえず北の門、北の門は特に何もない。敵と戦うか。右にバツって書いてあるけど、あれは道が封鎖されちゃったよっていう崖崩れのところか。ソフィアの北の戦いと。申し上げます、前方にリゲル軍を発見しました。とうとうリゲル帝国と戦う時が来たんだな。ええ、そうですね。ここからはソフィア国内の小競り合いとは違います。国と国との威信をかけた戦いです。後戻りはできませんよ。うん、アルムとかどうなってたっけ。来たか、久しいな小僧。お前は変な、なぜお前がリゲル軍に。くれよ、お前たちと別れ。俺は一度は理想を捨てた。だが新たな理想がリゲル帝国にはあったのだ。なんだって、何を言ってるんだフェンラ。王は死に、ソフィアは滅んだ。だがお前たちの好きにはさせん。今度こそ秩序ある帝国をこのバレンシアに築くのだ、ベルクト様の手で。騙せフェルナ、お前は祖国ソフィアのために戦っていたのではなかったのか。目を覚ますのはお前の方だクレーベン。何、いいことを教えてやろう。お前たちが英雄だなんだと祭り上げているあの小僧はマイセンの孫などではない。なんだって。マイセンを古くから知る者の確かな情報だ。奴に身内はおらぬと老いぼれが慰めに孤児でも引き取ったのだろう。そんな、いや、しかしそういえばあの老人も滑稽だなクレーベ。誰よりもソフィア貴族の血統にこだわってきたお前がどこの馬の骨とも知れぬ小僧を王といただき戦うのか。あれ、あいつどこにいんだ今。まあいいや。ちょっと見てみると、イカズチクレアとか何も装備してなくね。なんかなかったっけ。これが装備できるかな。ナイトキラー、これにしよう。あとはホルス、いつも槍か。余ってる槍はこれだな。パイソン、弓、鉄の弓。あ、盾とかもあるんだね。どうすっかな。ルカに盾を装備させるっていうのもな、一つ手なんだよね。完全にガチガチに防御で固めるっていう。ちょっと交換で
鉄の盾にしよう。あれなんか変になった。イカズチの剣、これクレーベ。これさ、なんかモノベースになってっからすげえ分かりづらいんだよね。ルカ、あ、道具で、これで鉄の盾交換。これでいいのか。よし、戦闘開始。あの女の人たちは、あれは魔女と呼ばれる者たちです。リゲル帝国の始祖ドーマ神に魂を捧げ、強大な魔力と引き換えに意志をなくした戦うための道具。嘆かわしいことですが、リゲル帝国では珍しくもありません。なんてこと。もしリゲルに占領されてしまったら、ソフィアの人たちがそんな目に遭うのか。そんなこと絶対にさせない。あれ、うち魔法使いって誰いたっけ。あ、こいつか。村人から魔法使いになった人。なんでパイソンだけこんな離れてんの。ヘルナン一応ここにいるんだね。少し中央に寄るか。そうすると僕に任せて。お任せください。あ、こいつは前線に出して、しゃあ、いつでも来い。こっちをどうするかだよな。一応トークができるな。任せろ。おいロビン、なんだよこないだのは。ああ、あれ、お前さ、最近クレアと仲いいよな。え、そうか。相変わらずそっけなくされてばっかりだぜ。いや、そっけないんだけど、なんていうか、こう取り繕ってないっていうのは仲がいいってことじゃねえの。お前変なところで深読みするよな。普段もそれくらいものを考えりゃいいのに。おお、その喧嘩買ってやるから表出ろよ。表だよ、つか戦場だっての。さあって、そろそろ真面目にやるか。とりあえずこの森も陣取りたいね。一応どうするか、一応クレーベ連れてくれで森に陣取る。こいつをお供として連れていくか。ナイトキラー持ち。回復できるシルク。いつでもどうぞ。あ、話せる。いました、エフィさん。シルク、またあなたなの。私いいこと考えたんです、エフィさん。私とアルム様のお話をしましょう。そうすれば楽しいですよ。楽しくはないよ。だってアルムがいないもん。もういいや、私に構わないで。エフィさん、また逃げられてしまいました。こいつをどっちに送るかだな。まあとりあえずこれでいいか。積極的に攻めては来るね。左の軍は攻めてこないか。ということはこいつをここら辺に置いて、あとは援護できる位置に、こいつもここに置いていいか。グレイも、でクレーベ森に置いて、ちょっと離れよう。いきなりやられても嫌だからな。よし、これでちょっと迎え撃つか。は？すーげえ、何？超汚いんだけど。やばくね？うわ、9。ちょっと待って、もう一回食らうか。うわ、次食らったらパイソンが死ぬ。こう、ワープずりー。早急にこいつらを始末しなければ。マジかよこいつ。リゲル帝国軍魔女、ちょっとまず回復させないと本当にやばいぞ。
白魔法リカバーでいいんだよな。全開しないか。助かったぜ。9が2回だからな。死ぬな。ちょっとクレーベを派遣するか。一応結構減るけど倒せるっちゃ倒せる。当たれば。あ、当たらないか。でもうこれは倒してこう数を減らそう。とにかくここにいよう。死にそうだからな。19か、それなりに残るね。できれば壁を作りたい。弓兵倒せるか。倒せるやつを倒そう。いいね。でアルムはちょっとこっちに行くか。この弓兵も倒したい。ちょうどぴったりか。レベルアップ。強い男っていいだろう。で、この弓がちょっと射程に入ってるな。ここからこいつだいぶ後ろからいけるね。こっから黒魔法でサンダーでまず当てよう。うわ、ミスった。マジか。うおー、ミスった。スナイパーだけどミスったな。こいつをここに置こう。そうすれば大丈夫だ。うわ、強い。アーマーとか、マジか。うわ、8ですか。やはりここはちょっとルカに防御を頼むしかない。強い。今日は感覚が冴えているようです。できれば防御力が上がってほしかった。あと魔女的なやつは？こいつは？出た魔女。これやばいんだよな。ほんとやばいんだよな。危険領域を完全に侵してくるからな。フェルナンもな、ちょっとやだな。シルクとかマジこのままだと事故死するからな。まずはここの鎧軍団だな。黒魔法ファイヤーでなんとかなるかな。いいね。結構楽しかったよ。強くなった気がする。まあ鎧には魔法といったところか。こいつも倒そう。弓でいけるかな。全然無理だ。弱い。アルム。アルムを回復させたいね。遠雷、さらに遠くの敵を攻撃できるか。あ、だいぶ減った。よしよしよし。そうするとだよ、フェルナが多分ここまで来るから、ちょっとクレーベをここに置いておいて、今うちに回復できるやつを回復させておこう。ありがとう。これでちょこちょこと稼いでいくしかないか。フォルス。いいだろう。パンとか持ってたっけ。全然槍持ってるし。こっちのこいつだよな。これマジほんとワープとかずるいよ。来たか。さあ、来るがいい。
しいお前たち、俺が負けるものか。3、10 あ、でも2回攻撃をしてくるってことね。あー、あいつちょっと早急に倒したいな。こっからもう少し進むか。ナイトキラー、これ一発で倒せる？いいね。やむを得ん。引くぞ。ベルクト様の本体と合流するのだ。パンをゲット。この妖術師的なのはちょっとアルムでなんとかするか。全然無理だ。魔法剣だからか。遠距離の弓とかでなんとかなるかな。とりあえず減らせられるだけ減らしとく。この弓届くのかな。無理だな、届かないな。危険だ、マジで危険だ。とりあえず回復させとこう。助かったよ。こいつここまでいける？一応それなりに減らせられんね。まずはじゃあちょっと弓だな。ほら、かわされた。だって壁になろう。壁にならないとこの弓兵がマジでやばい。4も消耗すんのか。待機で、こいつもここで、こいつちょっとここら辺に置いとかないと、この馬が囲まれるからな。固まっていく、固まって。でこうサンダーとか無理か、こっからだと。もういいや、これで大丈夫か。強豪級やばいやばいやばい。うわ、4、これ2回食らうか。ほら、こいつやばいぞ。5食らったら死ぬ。4 これってなんか撤退みたいなのないっけ。ないのか。これではダンジョンマップではなんか撤退できたよな。まずいな、ちょっと回復させよう。白魔法リカバー、少しでも回復しようと同時に少しでも数を減らさなくては。まずはこいつらのナイトキラーで仕留める。よしよしよし。で、魔術師攻撃には弱いはずだ。俺もちょっと食らうけどしょうがない。おお、やばい、かわされた。このかわされるのが痛い。ホルス2回当たれば倒せるか。くお、まだまだ高みを目指すよ。めちゃくちゃ経験値もらったな。ただ敵の数自体は少ない。ザクソンとかこいつもどうするかだよな。魔法で、魔法には魔法を全然食らわないんだな。ってことはサンダーでこっちのやつらを攻撃するか。でこの弓はもう遠くから狙おう、極力。オッケー。疲れた。いや俺だって疲れてるよマジで。こいつらを始末するのにルカがまずいんだな。絶対まずこの魔導士を倒さないとルカが死ぬ。どうする？14あれば
生き残れるような、とりあえず食らったとしてもこいつがまずいんだな。あ、でもディフェンス6、あー絶対にやばいのがこいつだ。グレイ、しょうがない。ここだ、頼むぞ。よし、回復しないと死ぬよ。いやマジで死ぬわ。イカズチの剣の威力を見ろ。魔法剣っていうところが利点でもあり、あれだな、不利なところもあるな。こいつは全然食らないね。よしよしよし、弓兵下げよう。でここはちょっとルカに任せよう。9あれば全然余裕だ。とりあえずタイマンを張ってもらって、それお前だよ。そりゃこっちのセリフだよ。聞かんわ。でまあ一応回復させるか。でシスターは食らうと死にそうだから周りを取り囲もう。魔法だね、そうするとやっぱりサンダー、うん、それなりに当たるわ。よしよしよし。でアルム、これも魔法がいいんじゃないか。魔法剣任せよう。もうい いね。バカな、わしがこんな連中に。おー、レベルアップ。強くなったのを実感するな。え、アルムって意外にディフェンス少なかったんだな。いや、きつかったね、なかなか。戦死者が出るかと思ったよ、本当に。次はもっと美しく勝ちたいものですわね。いや、君も十分役だったよ。なんとか勝ったけど。いや、本当になんとかだよ。奴ら、本体と合流すると言っていた。まだ油断はできないな。なあ、クレーベン。うん、どうしたんだい、顔色が悪いよ。あ、そうか、フェルナンのことで。いや、それもあるが、とにかく君が気にすることではないんだ。失礼させてもらうよ。クレーベン、よし、オッケー。はい、というところで、じゃあ3章あれですね、これ2人とも操作して戦っていく感じか。またなんかいるね、こっち仲間にできる系のキャラっぽいな。じゃあ続きは、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。